当駅と JR ことに駅の位置関係ことに駅は、北海道札幌市西区ことに一条4丁目にある、札幌市交通局の駅。駅番号は T03。1976年6月10日に、地下鉄東西線の西側の起点、終点として開業したが、1999年2月25日に、当駅宮野沢駅間が、延伸開業したため、 現在は途中駅となっている。建設開始時の仮駅名はこと日本通りだった。北海道旅客鉄道函館本線のことに駅とは約800メートル離れており、地下鉄と JR を乗り継ぐ場合はやや時間を要する。札幌駅や新札幌駅では JR 駅との混同を避ける目的で駅名をひらがな表記にしているが、当駅は JR ことに駅とは 離れた位置にあり、混同しづらいことから区別をつけず、JR 駅と同じ漢字表記となっている。地下1階に、コンコース、地下2階に一面2000の島式ホームを持つ、地下駅である。新札幌側に分岐器があり、非常時の折り返しに対応している。コンコース内の改札は3カ所に分かれている。ホームと改札を結ぶエレベーターは、中央改札に設置されている。 市場へのエレベーターはバスターミナル内にある。バスターミナルの真下にあたる地下2階には、プラットホーム、線路とは別に多目的ホール、パトスがあり、ライブ等の会場として使用されている。パトスは、機械室を設置するスペースとして建設されたものだが、その設置予定が当時当面なくなったことから、転用されたものである。札幌市交通局によると、 2019年度の1日平均乗車人員は14,225人であった。なお、ことに宮の沢駅延伸開業以前は1日平均で2万人を超えていたが、近年は1万2000人強で安定している。駅周辺、特に JR 函館本線ことに駅までの間の通りは、商店街として賑わいを見せている。 ことにバスターミナル1から4番乗り場は1976年6月10日に共用開始したことにバスターミナル2019年12月の平日1日あたりスクールバス等の飛行時便を除く発着本数はバスターミナル路上停留場合わせて470便2020年4月1日現在4番乗り場のみ北海道中央バスその他は JR 北海道バス。路線詳細は営業所記事、路線記事を参照。このほか北五条、手稲通沿いに、西区役所前停留所があり、札尊線の JR 札幌駅方面、手稲区方面、小樽市方面の発着がある。ありがとうございます。